皆さんこんにちは、小場翔です。寺村です。はい、今日のテーマなんですけれども、はい、奨学金返済中の1000人が明かす衝撃事実、3人に1人が夢を断念、半数超が奨学金利用を後悔ということで、はい、奨学金を使っている寺村君に来てみました。ちょっと怖いですね、程度に聞くと夢を断念って書いてあるからね。そうですね、大丈夫かなということなんですけれども、はい、奨学金の返済がきつい、そう思っている人が多いんじゃないでしょうか。そこで奨学金を返済中の全国の20から30代の男女1000人を対象に、まあ、実態調査を行ったところ、3人に1人が奨学金の返済があることで何らかの夢を諦めていると回答しましたと、はい、また半数を超える人が後悔していると答えたことが分かったそうですということなんですね。で、今回ですね、公益財団法人公益推進協会アディーレ未来創造基金というものが2023年の8月に実施した調査なんですが、奨学金の支払いがあることで夢を諦めたことがあると答えた人がなんと 33.3% に上りましたと、うん、奨学金の返済があることで3人に1人は結婚に前向きになれなかったり、資格取得や転職など一歩の踏み出しに躊躇している実態が見て取れましたということなんですね、はい、また金銭的余裕があればもっと夢が持てると答えた人は 77.8% にもなって、うん、重くのしかかる返済が若者の夢に影響を与えている実態が明らかになりました。そこで奨学金を申し込んだ時の想定以上に奨学金の返済が負担になっていると感じますかと聞いたところ 80.0% の人が当てはまると回答したと、うん、また奨学金に対する現在の気持ちを答えてもらったところ、現在の生活が苦しいと感じている人は 66.5% に上ったほか、満足な貯金ができないという人は 76.5%、 贅沢ができないは 69.7%、 借りたことを後悔しているは 51.1% となるなど、生活に直接影響が出ていることが伺える結果となりましたと。では学生時代に奨学金制度を利用していた人はどのぐらいいるんでしょうかということですが、これは8108人の人に聞いたところ 31.9% の人が利用していたと回答と。そこで利用していたと答えた2585人に奨学金制度をどんなものを使ってましたかと聞いたところ、返済義務がある貸与型の奨学金の利用者が 86.0% となったということなんですね。また奨学金制度を利用した理由を複数回答してもらったところ、授業料が 60.3%、 生活費 32%、 教材費 26.5%、 入学金 24.3%、 ゼミ研究費が 22.3% など、さまざまな用途で利用されている事態が明らかとなりましたと。さらに現在の返済状況を答えてもらったところ、給付型貸与型を含めた奨学金利用者の半数の 51.5% の人が現在も返済中と回答しましたということなんですね。じゃあその現在奨学金返済を行っている人の商用型奨学金の総額はいくらなのかということですが、奨学金を返済中の男女1000人に調査をしたところ、200から300万円が 28.6%、 次いで100から200万円未満が 19.2% などとなっているということなんですね、うん、そして返済残高を聞いたところ、100から200万円未満が 28% で一番多く、以下50から100万円の人が 26.4%、 10から50万円が 15.9% となっているということなんですね。最後に奨学金を借りたことをパートナーや周りの友人に話していますかと聞いたところ、 20.9% の人は話していない、22.0% の人は一部に話していると回答したほか、 36.5% の人が奨学金を借りたことに後ろめたさを感じていると答えたということなんですね。はい、はい、ということで、まあ、基本的にはこうデータが出てきたので、うん、別にこう何か主義主張がある、ね、記事ではなかったんですけれども、まずそうですね、せっかくだから借りてる人に聞いてみましょうか。はい、はい、後悔はしていますか。僕は、まあ、今のところはまず大学生の身なので、はい、返していないっていう意味では、はい、まず後悔はしてないですね。なるほど、はいはい、じゃあ今後ね、寺丸君も社会人になって、はい、ね、夢は諦めなきゃいけなそうですか。難しくて今のところは全く思ってなくて、はい、そもそも僕は奨学金がないと大学に行くっていう夢すら叶えられてないっていうふうに考えると、うん、はい、ある種奨学金があったから夢を叶えられてるっていうふうにも言えるので、おお、かっこいいねかっこいい話ですよ皆さん、これ、はい、そういう方も多いと思うんですけど、だから、うん、この先何があってもそもそも奨学金があるから今ここにいるっていう前提が僕はあるので、あんまりそれで寺丸くんの株だけ上がってないから、いやいや、すいません、かっこいいな、うんうん、なんでなんかそれで夢を断念するっていうのは、うん、なんかちょっともしかしたらここのアンケート調査みたいな、うん、まずそもそも夢が叶えられていて、その上で我慢しないといけないことはあるなっていう感覚かもしれないですね、うんうん、そうですね、はい、まあ、これはですね、なんかちょっと複雑な話ではあるんですけど、うん、そもそも例えば親のお金とか、まあ、自分のお金って人はあんまりないと思うんでね、高校生の場合ね、はい、なので、まあ、自分の親族とかそういう人に出してもらうことができる人っていうのは、まあ、ぶっちゃけ僕もそうでした、僕もそうでしたけれども、まあ、お金を借りる必要がないわけですね、はい、で特に一番借りなきゃいけない人っていうのはやっぱり学費が足りない、うん、あとは、まあ、寺間こそだけども、その自分が住んでいる家だと通いの大学に行きたい、はい、主に、まあ、都会に出たいって人だよね、うん、そういう人に関してはやっぱりお金を借りないと通えない事態があることは事実だと思いますと。で一方でじゃあそれをお金を借りていった結果夢を諦めなきゃいけないとか、まあ、何かこう後悔しているっていうことであれば、
じゃあですよ、じゃあどっちかしかないんですよ。じゃあそういう人はもうみんな無料で行かせてあげましょう、つまり借金じゃなくてお金をあげましょうっていうふうにするのか、あ、じゃあ大学行かなくてよかったよねってするのか、どっちなのかって話だと思うんですよね、はい、でまず大学に行かなくてよかったのかっていう話なんだけども、基本的に大学に行くときって期待をして大学に行ってるじゃないですか、はい、例えばその生涯年収が上がりそうだなとか、就職でもしかしたら新卒でいい会社に入れるかもなみたいな、なのでやっぱりなんていうんですかね、その一定のリスクを取ってお金を使って何かをしているので、後からその負担がかかってくることが、夢を諦めなきゃいけないから後悔しているっていうのは、やっぱり僕はね、その人が良くないというよりは、やっぱりこう社会制度上、じゃあいくら返さなきゃいけないのかとかね、はい、大体こう20代の頃って年収いくらだよとか、うん、30代の時って年収いくらだから、こんぐらい返さなきゃいけないんだよとか、そうすると生活ってこんなもんだよと、家賃がいくらでね、食費がいくらだからみたいなことが、やっぱり伝わってないんだなって、そうですね、うん、思うんですよね。だから逆に例えば、テルマル君は金額は、ね、言わなくていいけど、はい、例えば毎月社会人になったら、いくらくらい返さなきゃいけないってことは認識してる？僕はなんとなくは認識してるんですけど、意外となんとなく、でもなんとなくですね、なんか正確に月何万円返していくみたいなのは、いや細かくは計算してないですね。いやでもこれがねやっぱ実態だと思うんですよ。そうです、ね、つまり後悔してなくて、ね、その奨学金のおかげで大学行けて早稲田行けてね、素晴らしい立派だねってなっても、それでも具体的に、まあ、別に何千何百何十何円まで分からなくても、うん、まあ、何万何千円ぐらい返すっていうのは分からないと、はい、やっぱりちょっと不安はない。まあそうですね、なんかそこでなんか不安が全くないわけではないんですけど、うん、やっぱりまだ働いてない身からすると、うん、いや何やかんや大丈夫じゃないかなって思っちゃってるかもしれないですね。はい、先のことって思ってるけど、じゃ実際そのね社会人になるとあれみたいなことがあったりするわけだね。あ、その可能性あるかもしれないですね。そう、だからそれやっぱ考え方だよね。例えば、うん、これ適当ですよ、適当に言いますけど、例えばじゃあ5万円だなって思っていた人が毎月例えば3万円でよかったら、はい、あ、まあやれるかなって感じだと思うし、はい、例えば5万円だなって思ってた人が7万円になると、うん、苦しいみたいなこともありえるわけじゃないですか、はい、まあ、7ってなかなかないけどね奨学金で、まあ、適当に言ってますよ金額は、はい、まあ、だからそのちゃんとね自分の状況とかを正確に把握して理解した上でやっぱ大学に通うことって大事だなっていうのがすごい思いましたね、はい、うん、じゃあ一方でじゃあみんな無料にすればいいのかって議論もあるけれども、うん、やっぱりこれ結構難しい話だと思うんですよ、はい、うん、まあ、サブチャンネルで別の、ね、動画で扱いたいと思うんですけども、じゃあみんな通ってみんな無料なのだったら、それって本当に平等なのって僕は思うんですよね、はい、うん、つまり例えば大学に行くときに一生懸命勉強して、それで例えばこう、まあ、本当に貸与じゃなくてね、その安くなる奨学金をもらえる人っていうのもいるわけだし、うん、当然そのじゃあそれって誰が払うお金なのっていうと、まあ、誰かしら国民が払ってるわけじゃないですか、はい、まあ、基本的に税金が使われるわけなんでね、さすがに寄付だけでは賄えないと思うので、じゃあ国民が払ってるってものを、じゃあ大学に行きたい人が無料で行けるよってなったら、これもうみんな行きたいですよね。そうですね、そうみんな行きたくなっちゃうんで、まあ、本当に、ね、大学なんてつまんないってもう一部の人以外はみんな大学に行きますと。でも実際皆さん知ってる通り、ボーダーフリーの大学が今めっちゃ増えてて、はい、さらにそれを増やすことになっちゃうよね、うん、進学者が増えると。そうなるとどうなんだろう、本当にそれっていいことなのかなっていう。そうですね、そもそも今のボーダーフリーの大学って、まあ、僕は結構批判はしているけれども、まあ、正直中学生レベルの勉強を本当にやっているとか、まあ、全部とは言わないけどでもかなり多いと思います、はい、僕も統計取ってないけどね。正直いろんな大学の話を聞いて、おここはねボーダーフリーだけど立派にやってんなみたいな話聞いたことって、まあ、本当に1回ぐらいしかないんですね、うん、1回2回ぐらいかな頑張っても、うん、あとは本当にその学力じゃなくてその専門職に近いような、そうですね、はい、大学であればちょっと話変わるんだけど、うん、いわゆる、まあ、その文系的な、ね、ところだったりとか手に職つけないところだと正直、まあ、立派だなって思う大学ってほぼないんですよ、うん、ほぼない。なのでそういうとこ増やしても本当に国のためになるのかっていうと微妙かなって思いますね、はい、うん、なのでやっぱり僕がやっていかなきゃいけないのはやっぱその奨学金を借りる人に実際こんぐらい返済しなきゃいけないんだよってことを理解してもらったりとか、うん、あとはファイナンシャルプランナーじゃないけれども、うん、ちゃんとアドバイスをしてあげること大事だと思うんだよね。そうですね、例えばこういう人もさ20代になってからお金返すのきつい、ね、貯金ができない、あとなんだっけ、なんか結婚とかねそういうものに消極的になっちゃってるっていう意見はすごいわかるんですよ。わかるんだけれども、例えばね学生時代から準備できたこともあるかもしれないじゃん、はい、うん、もしかしたらじゃあ例えばねもう月10万円はアルバイトで、まあ、ぶっちゃけまあね都市の最低賃金とかにもよるけど、うん、ぶっちゃけある程度の都会のところに帰ってたらそんぐらい稼ぐことはまあ不可能じゃないじゃないですか、はい、今はね。なので例えばちょっとね、まあ、サークルだったりとか、まあ、その遊びの時間、まあ、ゲームの時間わかんないけど、そういう時間を少しねカットして、少しというかまあまあねカットしても、じゃあアルバイトでお金を貯めておこうとか、うん、逆に言えばそれが分かってるならじゃあ奨学金はもうちょっとね借りる額は減らしておいて、例えば自分の毎月の食費とかその家賃以外の生活費とかはアルバイトで賄おうとか、まあ、なんならね気合い入ってる人だったら一人暮らしの家賃も含めて賄おうとか、うん、いやそれきついって分かってんだから、じゃあ一人暮らしをするんじゃなくて格安の寮に入るとか、うん、今結構あるじゃないですか安い寮もね。ありますね。昔よりね全然充実してるんですよ。そういうものを選ぶとか。そうだから正直だから僕はんって思うのはあんまりそういうとこ工夫せず、うん、
まあ、なんとなく一人暮らしで東京のアパートにマンションに住んで結構いいとこに住んだら8万とかするじゃんすぐ、はいね、今なんならもっと上がってるかもしれないけど、そうですね、で8万とかに住んで、で食費も特に節約もせず、で月に6万円とか使って、で友達と遊んでみたいな、で16万7万使ってみたいな生活をしていたら、それはだって新卒になってさ、はいね、最初のまあ、ね、額面がいくらか分からないけど20何万かで税金引かれてってなったら、ね、そもそも生活維持するのがやっで、はい、でなんなら返済が始まるときつみたいになるのは当然かなと思うんで、そうですね、でもそれはまた本人がちゃんとね考えてないという責任もあるけれども、うん、やっぱりリテラシーの問題もあって、そういったものをちゃんと伝えていくような、まあ誰が悪いというわけじゃないんだけども、やっぱ国もそうだし、まあ、学校の先生方が言うっていうのはなかなかね仕事外だから難しいけれども、説明会とかね、あのなんかこう専門 の, その職員の方呼んでそれで開催するとか、なんかそういうのはもっとね今やってるところもあるんだけど、もっとやった方がいいかなって思いますよ ね, そうですね、うん、確かに僕も奨学金、まあ、特に太陽に、まあ、僕給付も太陽もらってるんですけど、うん、太陽においては借りるときにそういったなんかその先のリスクみたいなところの説明がどこまであったかなって思い返してみると、まあ、ほぼ ないって言ってもいいかなと思うので、うん、いや全然ないよ。そうですよね、いろんな、ね、学生さんに僕聞くんだけど、うん、社会人になってからいくら返せばいいか分かるって今までね何十人かに聞いてきて、はい、何万何千円まず返し始めますって答えられたの一人だけ。いやそうですね、僕も答えられてないです、ね、そう寺丸くんいけるかなと思ったけどダメだった。そうなんですね、でもみんなそう、うん、そうで別にそれがなんかねそのダメな子とかじゃなくて、みんな早稲田慶応なんなら東大の子とかみんなそう、うん、なんかそれって、まあ、もちろん僕らが責任もあるけれど もうそんだけみんな聞いても分かんないってことはやっぱり、そうそうそう、説明が足りない、説明が足りないってのは絶対にあるかなと思うんですよ、ね、うん、そうだ絶対ね僕は、ね、やった方がいいと思うし、うん、パンフレットでもいいじゃない、いくら借りた場合のシミュレーションこれですよとかね、そうすると少なくともあそれよりちょっと低いぐらい借りるから、じゃあこのシミュレーションぐらいの金額を返すって思っとけばいいんだなとか、はい、まあ、分かるじゃない、うん、だそういうのはねやっぱ僕はやった方がいいと思うかな、うん、うん、と思います、はい、なので、まあ、ぜひねそういったところがより改善されてみんな計画的にね生活が送れるといいかなと思うね、はい、ちょっと余談ですけどね、僕の友達もいましたよ、はい、さっき言ったみたいになんか月に20万ぐらい使ってるのよ、はい、いろんなもので、で大学生からしたら裕福じゃん、はい、でも何すお金あんのって言うと、いや賞金もらえるからみたいな、あで、はい、案の定社会人になっていや返すのきちいわとか言い出して、いやそれそうだろみたいな、てか生活変えろよみたいな、はい、そう別にねあの大してあんまりバイトもしてなかったけどなんか羽振りが良くてさ、うん、なんかねこう、まあ、飲みに行ったりとかそのなんか服買ったりなんかしましたけどね、うん、もうだから計画性がなすすぎるよね、だから、はい、単純に借金して遊んでるのと一緒だから、はい、それってまあ良くないねって話ですけど、うん、まあよく皆さんも考えて利用してください。はい、ということで本日の話以上なんですけれども、今回ですね、また、参考書をお送りいただいております。はい、ちょっと住所はあれですけど、あの関先生のね、事務所の方から、送ってくださっておりますので、開けてみたいと思います。はい、おそらくですよ、あれなんじゃなかろうかという、そうですね、予測がね、あるんですけれども、はい、まあ、皆さんやっぱり以前もあのサブチャンネルで紹介をさせていただいたんですが、某ですね、英文解釈のポラリス、はい、の1がね、出ましたので、そうですね、その、 あの2がそろそろのはずなんですよ。なので、2じゃないかなと思うんですが、はい。はい、あ、いやいやいや、大正解、大正解ですね。はい、ちょっとね、袋に入れていただいていましたので、ちょっと袋を開けていきます。はい。まあ、ちょっとね、お手紙もいただいておりますので、お手紙も少し読ませていただきたいと思います。はい。小林様、今回も最速期待しております。いつも本当にありがとうございます。はい。最速ということで、はい、あの、関先生の期待大ということで。まあ、じゃあメインチャンネルいきますかね。わかんないですけど。はい。ということで、英文解釈ポラリス2でございます。はい。なので多分これ、あの、出版がですね、あの、もうちょっと後のはずなんですよ。そうこれね、撮影しているのは、10月の、20何日かなんですけども、これ出版日いつですかね。発売日が、どこに書いてあるかな。発売日が10月の20日。初版発行ということなので、はい、まあ、ちょっとね新しい本でございます。でまだ中身全然見てないんですけど、今やっと開きましたけど、そうですね、ちょっとまだパッと分かんないですね。さすがに分かんない。でも、まあ、またねちょっとポラリス1と、うん、あ、なんていうかな、大きな視点で多分似てるんですけど、少しよりテーマ的になってますね、うんうん、はい、協調構文とか訳語からの脱却とかね、そのなんかこうテーマ的になってるんで、だ少しまだわかんないですよ、わかんないですけど、若干ポラリス1よりもちょっと英文熟語的なそのテーマみたいなのが設定されてるようなイメージかなと思いましたが、はい、ただあの読まないと全然わからないんで、この後動画をあとね読ませていただきます、はい、というわけで本日の動画は以上です。タイムのご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。